今日はこちらの記事をもとに、カランバを使ったパラメトリックに構造計算するやり方を説明していきたいと思います。こちらの記事は5月の頭にバウエスさんに寄稿した記事になっているので、気になる方はそちらの記事も見てみてください。はい、こちらがライノを起動した画面になっています。ライノを起動した時に、ここにある緑のバットマークを押すと、こういった形でグラスホッパーが起動します。こちらのようにカランバ 3D っていうものが入っていたら、カランバは無事インストールされています。では実際にグラスホッパーとライノの操作をやっていきます。ここでは対象としてこちらのように山型のフレームを作っていきたいと思っています。で、山型のフレームにこちらで図化されているように等分布荷重をかける時の部材の応力状態を確認するモデルの作成をやっていきます。モデルの作成法としては、まずここの端点と中央点の場所を作ります。で、今回パラメトリックに変更させる箇所はここの胸の位置にしたいので、この胸の位置をパラメトリックに操作できるようにグラスホッパーでモデリングしていきたいと思います。まずはじめに支点と終点を作っていきます。ポイントの作成はこちらですね。ベクターの中のポイントのコンストラクトポイントから作ることができます。コンポーネントを左クリックした後にオプトボタンを押すと、こういった形でコンポーネントの複製モードになることができます。またこのキャンパスをダブルクリックしてコンストラクト、ラクト、ポイント。こういった予想値が出てきて、それを選ぶことによってポイントを作ることもできます。あとはもう一つ tips として、ダブルクリックしてこのエンターサーチキーワードになっているときに、例えば 0,0,0 って打つと、0,0,0 のポイントを作ることができるので、こういったコンストラクトポイントで X、Y、Z それぞれの座標を入力しなくても直接ポイントを作ることができます。今回はこの3つから作っていきたいと思います。で、こちらのコンポーネント、デフォルトだと 0,0,0 が入っているので入っている形になっています。ここでは長さが10、胸の位置が真ん中の5にある部材を作っていきたいと思います。入力する数値はナンバースライダーを使っていきます。同じようにナンバースライダーをダブルクリックした後に入力すると、こちらのようにスライダーを作ることができます。スライダーはデフォルトで0から1のものになっているので、今回は10の数字を作りたいのでこのスライダーを変更していきます。このスライダーと書かれている箇所を右クリックしてバリューズを選ぶとミンとかマックスが選べるようになっているので、ここでマックス値を10にしておきます。で、コミットチェンジです。こうすることによって10を選べるようになります。で、今回は X 方向に10にしたいので、X 方向に10をつなぐ。こういった形でポイントが作られましたね。で、真ん中の5のところにも作りたいので、同じように、オルトキーを押してコピーをして、こちらの値を5に変えます。数字を直接入力したいときは、ここのスライダーの箇所をダブルクリックすると、こういった形で直接キーボードから打ち込めるようになるので、5と入力することによって、スライダーの値が5になります。これで原点と胸の位置、終点の3つのポイントを作ることができました。真ん中のポイントについては山型にしたいので Z 方向の座標も同じように与えておきます。オルトボタンでコピーして Z 方向につなげておきましょう。これでナンバースライダーを動かすことによって胸の位置が動かせるようになります。では次にこの各点をつないでラインを作っていきます。ラインを作るときも同じようにラインと打つと、ラインはいくつかものがあります。今回はこのラインという線がつながれたものを選びましょう。こちらのラインは A と B それぞれで支点終点のような形でラインを作るコンポーネントになっています。今回は支点と中央の点をつなぎたいので、支点が A、 終点が B のところにつなぐと、こちらのようにラインが作られます。同じように中点と支点をつなぎたいので、中点が A、 支点が B になるようにつなげると、こちらのように山型の針が作ることができました。これで部材を配置する針要素に相当する線の部材と、これでエレメントになる針の要素と各ノードになる各点が作られたので、これから解析用にカランバに入力していきます。はじめにカランバに入力するためにこのラインをカランバのビーム要素に変換していきます。こちらのカランバのタブを開いてモデルの中でライントゥービームを選びます。これでグラスホッパーで作ったラインをここのラインにつなげてあげることによってカランバのラインに変えることができます。ここで注意点なんですが、こちら側の右側のラインをここのコンポーネントラインの入力にそのままつないでしまうと、最初につないだこちら側ですね、左側のラインの接続が抜けてしまいます。シフトボタンを押しながらつなぐと
追加で入力できるので、複数個入力したいときはシフトボタンを押しながらつなぐようにしてください。こちらを接続することによって、この2本のラインがカランバ用のエレメント、ビームエレメントに変換されました。この部材に舵をかけるために ID を振る必要があるので、ここで ID を振っておきます。画面をダブルクリックしてもらって、スラッシュスラッシュと押すとパネルを作ることができます。こちらのパネルは任意の文字列であったり数値を入力できるものになっています。今回屋根にしたいので、ルーフと入力しておきましょう。サイズを調整して、ルーフを ID につないでおくことによって、こちらの部材はルーフという ID が振られるようになっています。要素が作られたので、作られた要素を解析用に一体化する作業を行っていきます。一体化する作業はカランバのモデルのアッセンブルモデルというのを使っていきます。解析に必要な要素、境界条件、荷重条件等々を一つのものにまとめて解析用のモデルを出力するという形になっています。で、今回エレメント作成したのでエレメントをつないでおきましょう。作成したモデルを確認したいときはリザルトのモデルビューに作成したモデルをつないでおきましょう。そうすることによってモデルが作成されているかを確認することができます。グラスホッパーでは選択したコンポーネントに属するモードがライノ上ではこういった形で緑色に表示されます。ではこのアッセンブルコンポーネントの中の順番にそれぞれ必要な解析条件を入れていきます。まず1つ目はサポートを入れていきたいと思います。サポートはカランバのモデルの中のサポートを使うことによって入力することができます。で、今回境界条件としてこちら側をピン境界、こちら側をローラー境界にしたいと思います。まずはピン境界なので変異を止めるために TYTZ、 あとねじれを止めるために RX を固定しておきます。で、ローラー境界はこちら X 方向だけフリーなので TX を外しておきます。境界条件を与えたいポイントをここのポジションに入れればよいので、まずは始点のこいつをピン境界、終点のこいつをローラー境界に入れておきます。そうすることによってピン境界とローラー境界が作成されました。これをサポートに接続してあげるとこちらのように境界条件が図化されます。片端はこうベクトルが書かれているように各変異成分とこのねじれ方向ですねが固定されているように図化されています。で、こちら側はローラー境界なので部材軸方向のベクトルが書かれていないように固定されていないことを確認することができます。次にロードを入れていきたいと思います。ロードはカランバのロードから入れることができます。屋根面に等分布荷重をかけたいのでタイプオブロード数をユニフォームラインにしておきます。ね、グローバル座標系で鉛直方向にかけたいので、ね、オリエンテーションはグローバルを選んでおきましょう。で、まずは荷重をかけたい部材について設定していきます。ここにビーム ID 数というのがありますが、先ほど設定したここのルーフがビーム ID に相当するので、ルーフの ID をオルトキーを押しながらコピーしてビーム ID 数に入れましょう。次にここにベックって書いてあるのはベクトルを表しています。荷重はこの鉛直した方向にかけたいので鉛直方向のベクトルを作成します。鉛直方向のベクトルはユニット Z というものを使うとZ 方向の単位ベクトルを取得することができます。で、このままですと上方向に1の荷重がかかってしまうのでサイズを設定します。マイナス方向に荷重をかけたいのでネガティブのコンポーネントを使って荷重方向をマイナスにしてあげます。で、大きさは屋根荷重をざっくり想定してここではまあ3000ニュートンパー平米としておきます。ベックのところをマウスオーバーするとラインロードキロニュートンパーメートルと出てくるので単位長さあたりの荷重の単位はキロニュートンだと分かります。3000ニュートンパーメートルを入れたいんであれば3を入力しておきましょう。これで下方向に3キロニュートンパーメートルのベクトルが作られたのでつないでおきます。で、こちらで、ロードが作成できたのでまたアッセンブルのロードにつないでおきます。つなぐことによってこちらでまた荷重作られた荷重が図化されました。で、こういった荷重のサイズはモデルビューのところで変更することができます。今ロードは 0.2 になっているんですが、ここのチェックを外すと描画を消したりですとか、ここを小さくすれば描画そのものを小さくすることができます。次にクロスセクションを設定していきたいと思います。クロスセクションはこちらのアッセンブルの中でも指定できるんですが、こちらのライントゥービームの中でもこのクロスセクションの項目で設定できるのでこちら側で設定していきたいと思います。クロスセクションカランバ 3D から作ることができます。対応している断面の形状としては I セクション、まあ、日本でいうところの H 型ですねであったり、これカッコで書いてあるんですが、四角の中空断面ですねとか丸、
あとはシェル要素などが選べるようになっています。ここでは H 型項を使っていきたいと思います。ここでは例として、ハリセイ400の細幅次設置を入力していきたいと思います。でまず入力するときは単位を気をつけてください。ハイトを見ると、センチメートルが単位なので、400を入れたかったら40を入力する必要があります。なので、ここで40をハイトに入力します。400線の細幅 H は幅が200なので20を入力しておきます。ここで Tips なのですが、接続する際に Shift を押しながら右クリックを押すと連続して他の箇所にもつなげることができます。では残りのフランジ圧、アッパー6とローバー6、ウェブ圧のウェブ6も入れていきたいと思います。フランジ圧は 13mm なので 1.3。これも先ほど同じように右クリックで連続して入れましょう。ウェブ圧は 8mm なので 0.8 をこれで H 型項が作成できたのでクロスセクションに入力します。針の断面を確認したいときはリザルトの中のビームビューを使用すると見ることができます。こういった形で H 型項が作成できたことが確認できると思います。こうやって都度可視化していくと自分が単位形を間違えている場合気づくことができるので必要に応じて可視化しながら作業していってください。これで解析モデルを作成することができたので実際に解析を流していきます。解析はアルゴリズムのアナリシスを接続します。モデルをつないだ瞬間解析が流れます。グラスホッパーは基本的にはつないだ瞬間流れる形になっているのでよくある解析実行ボタンのようなものはないので気をつけてください。同時に値が変わった瞬間解析が流れるのでこういったラジオボタンで変更した場合でも変更した瞬間にそれぞれ解析が流れるので注意するようにしてください。これで解析が流れたので解析結果がこのモデルに入っているのでモデルをまたビームビューにつないでみます。で例えば断面力を見たかったらセクションフォースで MY と選択するとこういった形で線で図化されます。でフィールドをするとこういった形で塗りつぶしになります。スケールを調整してあげることによって見やすいサイズにしましょう。でナンバースを入れることによってモーメントの値を確認することができます。またレンダーセッティングで今はクロスセクションにしているんですがアクシャルストレス時効力にしてあげることによってこういった形で頂部の下フランジと上フランジで応力が大きくなっていることを確認することができます。またこのカラーコンターの数字の内訳を確認したいときはこのレジェンド C、レジェンド T を使います。グラスホッパーのディスプレイのタブの中のグラフスにレジェンドがあるのでこちらのレジェンドの C、T にそれぞれつないでいきましょう。そうするとこちらでカラーコンターを図化することができます。これで解析モデルおよび解析を流すことができたのでこちらの山型を使ってある程度パラメトリックに解析を行ってみましょう。入力したこちらのポイントを使って応力状態がどうなるか見ていきます。数値がうるさいのでここは消しておきます。例えば胸の位置をこう動かしてやるとだんだんこちら側の右側の針が起きてくるので曲げモーメントはどんどん小さくなっていくことがわかります。で垂直にすると応力が消えてしまいます。なので今度は軸力 NX を可視化してあげるとわかりやすいと思うんですがこちらの針はほぼなんか単純針のような応力状態になっていてここの残りの荷重は軸力で伝わっているということが見てわかると思います。こう移していくと軸力からこう曲げモーメントへ切り替わっていく様子が見て取れます。また胸の高さを変えていくとどんどん下げていってゼロになると、まあ、当然なんですが単純張りなので曲げモーメント要は軸力が出ていない形になりますがこう下げてあげてどんどん勾配を上げていくと軸力成分が増えていくことがわかると思います。今はピンローラーにしてるんですが肩タンも同じようにピンピンの境界条件に今度はしてみましょう。この TX をオンにします。そうするとこちらは固定されているので部材に軸力が入っていることがわかります。これを胸の位置を変えてあげることによって曲げモーメントと軸力がどう推移していくのかが見ることができるようになっています。またこの入力ですと X のコーディネーションと Z のコーディネーションを2つ動かさなくてはいけないので少し操作が煩雑になります。ここでは2次元のスライダーである MD スライダーを紹介します。
MD スライダーはこちらのように二次元上のスライダーを設定することができます。まず値の範囲を0から10にしておきましょう。でこのままですと X と Y の値が出力されているので、デコンストラクトポイント、デコンストラクトポイント、で、つないでおき、そうすると、X の値が 5.61、Y の値が 0.57 になるので、それぞれの値を X と Y でつないであげることによって、X を X、Y を Z につないであげることによって、こちらの数値と連動させることができます。こういった形でスライダーと形を合わせて変化させることができるようになりました。なかなかこういった形式で形を自由に動かしながら解析するっていう機会がないので、こういう解析を見ているだけでもある程度面白いんじゃないかなと思います。ではモデルを元に戻しておきましょう。次に最適化問題を解いていきたいと思います。最適化問題は、ここのカランバのコンポーネントで出力されるエネルギー、弾性歪みエネルギーを最小化するという問題を解いていきたいと思います。で、現在、ここの形のモデルですと、パネルのコンポーネントを使ってエネルギーを見てみると、0.026395 になっています。で、ここのコーディネーションを変えると、弾性歪みエネルギーが変わっていくので、それぞれの値が変化していくことが見て取れると思います。で、一体どのパターンが最小化っていうのを、ガラパゴスという最適化コンポーネントを使って見ていきたいと思います。では記録用にまずこの最初の値をメモしていきたいと思います。こちらはまあ何でもいいんですが、スクリブルというコンポーネントを使って一旦記録しておきます。値としては 0.053671671 として一旦記録しておきます。でこの値が最適化を行っていくつになるかというのを確認していきます。最適化に使うガラパゴスのコンポーネントはこちらのパラムスの中のユーティルにあるこちらのコンポーネントになっています。こちらのコンポーネントはフィットネス、最小化したい値とゲノム、値を変化させる2つのものの入力になっています。で今回はこちらエネルギーを最小化させたいので、まずエネルギーの数字をナンバーコンポーネントで取得して、フィットネスでつないであげます。山形モデルの胸の位置を変えることによってエネルギーを最小化したいので、ゲノムは X コーディネーションと Z コーディネーションです。で、設定が完了したら、こちらのガラパゴスをダブルクリックすると、ガラパゴスのエディターが起動します。今回はエネルギー最小化問題を解きたいので、フィットネスはミニマイズにしておきます。あと細かい設定があるんですが、ソルバーズに移動して、スタートソルバーをすると、最適化が実行されます。でこのソルバーの中でいろんなモデルが試されていきますので、こちらの図下も徐々に最適化形状になるように変わっていきます。で収束の最終判定のようなものを設定していないので、自動では止まらないので、自分でこちらの収束状況を見て適宜判断しましょう。でここに図がされているようにこうどんどんと狭まっている、収束しているように見えるので、ソルバーを止めます。でこのガラパゴスから求められた最終的な弾性歪みエネルギーは 0.16073 なので、もともとあった 0.53 よりも小さい値が求まったことがわかると思います。こういった形でパラメトリックにモデルを作っておくと、後の工程でこういった最適化問題なども書きやすくなるので、モデル化する際は何をパラメータにするかよく考えてやると、後からの汎用性も高まると思います。それじゃあまとめになります。今回は、ライノとグラスホッパー、カランバを使った簡単な構造解析モデルの説明をしました。なかなかこういってパラメトリックに構造解析ができるソフトってまだ少ないと思うので、皆さんも試しに触ってみて、形と力の関係がどうなっていくのか、手で触りながら勉強していくと楽しいんじゃないかなと思います。それでは今日はここまでです。ありがとうございました。バイバーイ。